今村正宏は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、国土交通大臣政務官、外務大臣政務官、農林水産副大臣、衆議院決算行政監視委員長、衆議院国土交通委員長、復興大臣、福島原発事故再生総括担当大臣等を務めた。佐賀県鹿島市生まれ、佐賀県立鹿島高等学校、 東京大学法学部第二類卒業。1970年日本国有鉄道に入社した。国鉄では主に人事、労務関係の部署に所属し、民営化後の九州旅客鉄道では、経営管理室長や関連事業本部企画部長を務めた。2017年4月8日、町、並マルシェにて内閣総理大臣、 安倍晋三と2017年4月8日、町、奈美、マルシェにて、内閣総理大臣、安倍晋三、復興副大臣、長沢博明と1996年、第41回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、佐賀2区より立候補し、新進党新人の横尾敏彦らを破り、初当選した。2001年に、中央省庁再編後の第2次、 森改造内閣で国土交通大臣政務官に2002年に第一次小泉内閣で外務大臣政務官にそれぞれ任命された2005年7月郵政民営化法案の衆議院本会議における採決で増反し反対票を投じるそのため同年9月の第44回衆議院議員総選挙では自民党の公認を得られず無所属で立候補佐賀2区で 民主党新人の大串弘志らを破り、四選。2006年12月に、郵政民営化に賛成する趣旨の誓約書及び、復党届を自民党に提出。党記委員会で、今村ら郵政造反組11議員の復党が認められ、自民党に復党した。2007年、自民党佐賀県連会長に就任した。同年8月、第1次、安倍改造内閣で、 農林水産副大臣に任命され、福田康夫内閣まで務める。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、佐賀2区で民主党の大串博士に敗れたが、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、5選。選挙後、衆議院決算行政監視委員長に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、 佐賀2区で前回敗れた大串を破り、6戦2014年の第47回衆議院議員総選挙に際しては、一票の格差是正のための区割り変更による佐賀2区、佐賀3区の合区に伴い、当初は新しい区割りとなる佐賀2区からの立候補を模索していたが、10月に比例名簿での上位優遇を条件に、比例九州ブロックへの転出を受け入れた。 しかし、比例名簿単独31位に搭載され、上位優遇は事実上保護にされた。これは、古川康氏の辞職に伴う佐賀県知事選挙に関し、党本部の意向に反して動いていたことに対する影響と見られている。なお選挙では、自民党対象の煽りを受け、比例九州ブロックで自民党が獲得した8議席のうち、最後の1議席を獲得し、7選。 2015年の佐賀県知事選挙では自民党の推薦を受け、武雄市長を辞職して立候補した日渡し圭介を党本部の決定に反して支持せず、元総務官僚の山口幸義を支援し、山口が日渡しを約4万票差で破って初当選した。2015年11月、二階派に入会。郵政増反からの復党以来の無派閥での活動に終止符を打つ。 2016年8月、第3次安倍第2次改造内閣で、復興大臣県福島原発事故再生総括担当大臣として、初入閣した。2017年4月25日、所属する二階派のパーティーで講演した際、東日本大震災の被害に関し、まだ東北で、あっちの方だったからよかった。と発言したことが、引き金となり、 翌26日付で大臣を辞任した。同年の第48回衆議院議員総選挙では自民党の比例九州ブロック単独候補3位で出馬し8選。2017年1月28日原子力災害からの福島復興再生協議会にて挨拶2017年3月7日総理大臣官邸での記者会見にて2017年4月8日 昼田牧場にて、内閣総理大臣、安倍晋三と2016年8月31日、東京都庁舎にて、東京都知事、小池由里子と2016年8月31日、中央合同庁舎第8号館にて、東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会担当大臣、大塚田代と、ありがとうございます。